今月も間もなく安倍政権の発足から誕生して半年になりますけれども、今直面している課題というのは、特に大きな課題というのは何であると思いますか。大きなテーマで言えば住宅再建まちづくりとなりわい産業の再生というテーマと、福島県については原子力災害からの、早期の対応、一日でも早くふるさとを取り戻すということだと思います。今の課題の話が出ましたが、今月27日に各紙でも報じられている通り、子ども被災者支援法の1年と施行1年ということになるわけですけれども、これに関しては課題と感じていないかというのが1点と、それに関連してこの1年間省内で1回も会議は開催されてないと思うんですけれども、今後もいわゆる支援地域の検討を減災本部の方に出している間中、特に検討するつもりはないとの理解でいいのかというのが1点と、それから先日来水野さんの問題で、この問題に関して関心が高まっているんですが、担当不在の状態はいつまで続いて構わないというふうに考えているのか、職位の低い人たちがいろんな集会にいらしていることに対して結構非難が強いんですけれども、その点について3点お答えいただければと思います。子ども被災者支援法については大きな課題だと考えております。もうすでに、原子力災害による被災者支援パッケージも取りまとめて政策を前に進めてますから、きちんとこれからも対応していきたいと思います。いずれにしても適切に対応してまいります。今体制の問題もありましたが、我々しっかりと適切に対応していきたいと思っております。それでは会見どうもありがとうございました。